交通ラッシュの銀座通りを時速10キロ、まさに安全運転そのものの都電。大きな図体に大きな赤字、邪魔者扱いされながらも走り続けてきた都電も時代の流れには逆らえず、12月9日をもって銀座から姿を消すことになりました。明治15年、新橋日本橋間を鉄道馬車が開通したのがそもそもの始まり。そして大正昭和と85年、電車も時代もいろいろと変わりました。こうしていざ引退の日になると、日頃の厄介者も打って変わって大変なモテよう。スター並みの騒ぎに運転士の老兵が照れています。夜に入ると見送り人は5000人にも膨れ上がり、夜更けの銀座は大にぎわい。ファンがこんなにいたとは驚きました。最終電車には美濃部さんも乗り込んでファンと一緒に名残を惜しみます。最終電車が通過すると、早くも安全地帯の取り壊し。老兵は死なず、ただ消え去るのみ。長い間都民の足として親しまれてきた都電は、都の赤字財政再建のため46年までに全廃。また一つ明治の名残が消えていくのです。